こんにちは。三井ショッピングパークが来るライブ動画配信ミーツショップライブ、本日司会を担当します。 FM カバー毎週金曜日夜7時からの番組ユーマーを担当してます鈴木雄介です。こんにちは、よろしくお願いします。今後ろでですね、親父バンド選手権ファイナルの準備が着々と進んでいます。かなり緊張感もあっていいですね。ここからはですね、島村楽器おすすめのアイテムをどしどしご紹介していきたいと思います。今回はですね、島村楽器ラゾーナ川崎店の田辺美久さん、坂本美優さんとおすすめ商品をご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。実際に働かれてる2人なんですよね。そうです。はい、あ、じゃあ今日はちゃんとして自己紹介の方よろしくお願いします。はい、それでは皆さんこんにちは、島村楽器ラゾーナ川崎店の田辺美久と坂本美優です。よろしくお願いいたします。はい、もう今日はね、あの外に出てきましたけども、普段は店内の方で、室内の方でやられていますからね。そうですね、はい、新鮮な感じがしますね。でしょでしょ、ちょっといろんな商品をね、紹介していただきたいと思うんですけども、まあ、非常にどんなアイテムが見れるのか、楽しみなんですが、それでは始めていきたいと思います。本日のライブ配信はですね、動画を見ながら気になった商品をそのまま購入できる、便利なライブコマースとなっています。皆さんがご覧になっている、画面左下にありますカートボタンをクリックすると、ご紹介できるアイテムが、紹介されます。各アイテムの購入ページへボタンをクリックすると、三井ショッピングパーク公式通販サイト&モールへリンクされてそのまま購入できますので、ぜひライブ中に気になった商品がありますので、あったら見てみてください。そしてライブ配信中、もっと近くで見たい、どうやって演奏するのとかね、ご要望があればリアルタイムでできる限り、答えていきたいと思います。コメントなんかください。はい、皆さんも自分たちのご紹介は大丈夫ですか？もう、はい、大丈夫です。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。はい、アンドモールはですね、3月6日までお得なキャンペーンを開催中です。三井ショッピングパークカード、セゾンなど対象のカードでクレジット払いしていただくと、ご請求時に 10% オフ、それぞれの以外の、ね、お支払い方法でも三井ショッピングパークポイントが税抜き100円につき5ポイントつきます。大変お得な今、ぜひアンドモールでお買い物をしてみてください。私非常に早いですからね、なんか言い忘れたことあったらちょっと戻ってきて大丈夫ですかっていうのを聞きますから、その都度行きましょうね。はい、はいはい、では早速ご紹介していきましょうか。まず最初に紹介する商品なんですけども、はい、こちらですか？まず最初にご紹介させていただくのはこちらの、はい、大丈夫ですかね？大丈夫です。はい、失礼しました。こちらのウクレレという楽器でございます。はい、それはギターによく似た小さな弦楽器で、はい、ハワイアン音楽などに使用されることが多い楽器です。サイズが小さめなので結構抱えやすく、コンパクトですね。そうなんです、はい、なのでもう小さなお子様から大人の方まで楽しんでいただけるような、はい、そんな楽器になっております。はい、はい、基本的にはこの弦というここについて4本ついてるんですけれども、はい、こちらはナイロン弦を使用しているので、少しの力で弦を弾き音を出すことができるようになっております。そしてウクレレはボディにより大きさが、種類がですね、分類されるんですけど、3種類ございます。はい、1つはソプラノと、もう1つはコンサート、はい、ちょっと大きくなりました。はい、はい、比べてみると、そうですね、あ、そうですね、ちょっとこちらの大きいですね。そうです。もう1つテナーっていう、ちょっと今日はご用意がないんですけれども、もうまたちょっと大きくなったテナーというもの、はい、種類がございます。本日はですね、島村楽器オリジナルブランドのハナレイというメーカーより、ソプラノのウクレレとコンサートのウクレレ2本をご紹介をさせていただきたいと思います。はい、ではまずはソプラノのウクレレからいきたいと思います。はい、お願いします。はい、こちらはですね、手が小さい方でも弾きやすく、こうコロンコロンとした軽快な、可愛らしいサウンドが特徴になっております。これから楽器を始められる方にもおすすめで、お値段も5800円とお買い求めやすい価格になっておりますので、ちょっとじゃあ少し音を鳴らしてみたいと思います。はい、聞かせて聞かせて。はい、失礼します。これですね。あ、いいね、色。はい、こんな感じです。ハワイアンな音色でございます。はい、こちらがソプラノのウクレレです。今のがソプラノ。はい、はい、そうなんです。もう一つお次は、コンサートのウクレレですね。はい、はい、こちらはトップ単板による楽器の音の鳴りが特徴となっておりまして、単板というのはこのトップのこの前の単板の
板の部分が1枚で作られていて、音の振動が伝わりやすく、よりふくよかでクリアな音色なのが特徴です。反対に合板というもので3枚ほどの板を積み重ねて作っているものもありまして、こちらは衝撃や乾燥に強いとされております。また本日ご紹介させていただいているウクレレはギアペグ採用というものになっておりまして、後ろがですね、こちら初心者の方でもチューニングの微調整がしやすくなっております。はい、という形になっておりますので、こちらのコンサートウクレレも少し音を鳴らしてみたいと思います。お願いします。聞きたい聞きたい。はい、じゃあ失礼します。さっきより少し大きくなりました。感じでございます。なるほど。はい、ではこういった形でして、今ちょっといくつかコードをご紹介させていただいたので、せっかくなのでちょっと曲を演奏してみても良いでしょうか。お願いします。はい、はい、皆さん知ってる方も多いかと思うんですけど、キラキラ星というのを演奏させていただきますので、ぜひ一緒に素敵なお声で一緒に歌っていただければと思います。田辺さんが演奏します。キラキラ星です。キラキラ星お願いします。ではいきます。いきますね。2、3、はい。これはどうなんですか、初心者の方でもすぐできるもんなんですかね。実は私もこの楽器約もう本当どのくらいですかね、1ヶ月ぐらいで今のような形で、本当に私も初めて触ったんですけれども、売り場にたくさん楽器があるので、なかなか触ったことのない楽器があるんですけれども、見た感じだとちょっと難しそうかなっていうね。そうですよね、こう弦が何本もあって難しそうに見えるんですけれども、初心者の方でも一つ音を抑えるだけでチェーンのコードが弾けたりとか、本当に比較的簡単な楽器になっているので、初心者の方でもお楽しみいただけると思います。はい、はい、ました。ありがとうございます。このアイテムはですね、今三井ショッピングパーク公式通販サイト&モールの方で購入することができます。画面下のカートボタンをクリックしてみてください。さあ、ということで、じゃあコメントの方もね、言っていきましょうかね。コメントの方があればという感じなんですけども、次の商品もね、ご紹介いただきましょうか。次の商品、はい、行きましょうか。じゃあ田辺さん、坂本さん、次の商品を、はい、どちらでしょうか。はい、次にご紹介させていただく商品はカリンバです。カリンバ、はい、カリンバこちらですね。さあ、アフリカの民族楽器でして、親指ピアノとも呼ばれております。でこの鉄の棒ですねを指で弾いて音を出して演奏をしていきます。でこの真ん中の長い、一番長い棒ですねを基準に交互にドレミの音が並んでいるので、おそらくピアノをやったことがある方とかだと少し最初は難しく感じられるかもしれないんですけども、誰でも皆さんすぐに弾けるようになります。で実際に音を鳴らしてみますと、こんな感じですね。すごいオルゴールみたいな小さい音なんですけども、かわいい音が鳴ります。ね、和音になると少し難しくなるんですけども、音をずらして演奏をしていきます。ピアノとかだと3つの音一気に押すことが多いと思うんですけども、3つの音をばらして演奏をしていきます。例えばこんな感じですね。こんな感じです。少しずつ指をスライドして演奏する形になります。鍵盤にはそれぞれ番号とか、いいですか、
番号がついてるんですね、はい、鍵盤に。番号とか、アルファベットとか、はい、D の2とか、そうそうなんです、 A の6とか、はい、番号がついてるんですね、はい、書いてありまして、楽譜にも同じように2番とか D とか書いてあります。なので楽譜が読めない方でも楽譜とカリンバさえあれば簡単にどの音っていうのが分かるようになっているので、はい、簡単に始めていただくことができます。カリンバにも音をチューニングする方法があるんですよね。そうなんですよ、このハンマーを使ってカリンバはチューニングをしていきます。チューニングを、これだったら音ずらしていくんですよ。チューニングします。今普通にどの音だと思うんですけども、こっちで叩いていくと、ちょっと低くなったの分かりますかね。あ、はい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 、こっち側を叩くと低くなります。逆にこっち側を叩いていくと高くなるっていう感じで、チューニングをして音を合わせていく形の楽器です。はい、まあ、ちょっとあまり見慣れない感じのチューニング方法だとは思うんですけども、はい、誰でも簡単にできますので、はい、ではこの単音と和音と今ちょっと紹介したんですけども、試しにその曲を弾くとどのようになるのかっていうので、童謡の虹をワンフレーズだけ弾いてみたいと思います。弾けるか、すいません間違えました。あるあるです。あるあるですね、はい、探りの探りの、はい、演奏です。でも初心者の方でも結構簡単にできますか？はい、もうこんなレベルでも弾けるので、はい、はい、誰でも簡単に本当にできます。ちなみにこの今演奏していただいたこのマーロのお値段の方は3960円。はい、3960円、そうなんです。はい、なるほど。じゃあこれ今いいなと思った方は左下のカートボタンを押すと商品の詳細が出てくる。そうですね、見てください、はい、いいですね、癒し系の音ですね。そうです、癒し系の音です。カリンバには2種類今ご用意がございまして、はい、ワントーンのカリンバとマハロという種類のカリンバがございます。ワントーンがこれで、マハロが、ワントーンがこの3つですね、はい、でマハロがこの手前の3つですね、はい、この手前の3つ、はい、この2種類がございます。音が違うという感じでしょうかね、はい。でこのワントーンのカリンバなんですけども、木材が3種類でそれぞれの音が特徴があるっていう形になっております。はい、ではまず奥目、この可愛い鳥の絵ですね。鳥さんが、あ、本当の鳥ですね、はい、軽くてはっきりした音が特徴のカリンバです。はい、でこのマホガニー、次こちらですね、丸とちょっと木が描いてあるような形のデザインが入っております。はい、は温かみのあるすごく柔らかい音になっております。で次こちらですね、コアというものなんですけども、こちらは明るくてキラキラした音が特徴の楽器となっております。はい、で続いてマハロのカリンバですね。マハロ、はい、こちらの3種類ですね、まあ、ウクレレでもメジャーなマホガニーを使用しております。なのでウクレレとセッションしたりですとか、いつでもどこでも誰とでも手軽に始めていただける楽器です。でこちらには3種類デザインがございまして、まずハワイのデザイン、はい、こちらは日々を楽しく豊かに過ごせますようにという意味が込められております。で次ネイチャーですね、可愛いお花のデザインなんですけども、こちらはこれからの未来が明るいものでありますようにという意味ですね。はい、最後こちらの亀さんの絵ですね、はい、こちらはマリンデザインといいまして、あなたに幸せが訪れますようにという意味が込められております。
すごくオルゴールみたいな音で誰でも簡単に音が出せる素敵な楽器です、うん、結構このようにいろいろ柄も入っているのでオブジェとしても飾っておくにはすごくいい楽器だと思います。店頭にはさらにたくさん種類ございますので、もしこの後時間ある方いらっしゃいましたら、この機会にぜひ店頭にお立ち寄りいただければと思います。でもこれだけたくさんあると迷うんですけど、おすすめのカリンバどれですかって言われたらどれになりますかね、はい、今目の前には6つありますけども、はい、私でもこれです。じゃあちょっとこれというとマハロのマハロのネイチュー、そうですね、はい、マハロのネイチュー3960円、はい、お安い、これがおすすめですね、はい、私自分でも持っているんですけどもあ、そうなんですね、はい、こちらですね、なんかこれぐらいの音色だと室内でやった時に、はい、結構室内で楽器するとあの隣の方の、ね、そう迷惑とかってのありますけど、ね、これぐらいだったら割と大丈夫ですよね、はい、ご自宅でも大丈夫です。はい、マハロちょっともう一回だけその音聞かせてもらいます。そのマハロの、はい、どういう、学校で昔聞いたこういう音色そうですね、チャイムとかでも聞いたことあるような音かもしれないですね。素敵ですね、はい、おすすめということで、ぜひ欲しいという方はですね、今三井ショッピングパーク公式通販サイト&モールで買えます。画面左下のカートボタンをクリックしてみてください。そちらで購入できます。はい、はい、ありがとうございます。それではじゃあ、ここで島村楽器の音楽教室についてご紹介いただきましょうか。はい、全国展開を行っている島村楽器の音楽教室は幅広い年代の方にさまざまな楽器のレッスンをご受講いただいております。お子様から大人の方まで人気なピアノをはじめ、ギター、ドラムのバンド系でしたりとか、バイオリン、チェロの弦楽器系などなど、さまざまな楽器を楽しむことができます。はい、そして今ならですね、音楽教室ではお得な家族と友人割、春のご入会キャンペーンを実施しております。またこの先もこれから音楽を始められる方でしたりとか、新しい楽器に挑戦をしたいという方に向けて、さまざまなイベントの開催も予定をしております。今回紹介させていただきましたこちらのカリンバですね、こちらもイベントを定期的に開催しておりますので、もしよろしければ詳しくはホームページをご確認いただければと思います。音楽を楽しみたい、楽器が吹けたら楽しいだろうなと、そう思った時が始め時です。ぜひこの機会にお問い合わせください。これからじゃあいろいろと楽器を習いたいという方は、はい、島村楽器さんの方に行って、そうですね、相談に乗ってもらうといいということですよね。はい、ぜひぜひお待ちいたしております。どうなんでしょうかね、コロナ禍になってからやっぱり楽器をこう演奏したいとか習いたいなっていう人増えたんでしょうかね。そうですね、やっぱりずっとご自宅にいるとどうしても何か始めたいなっていう方も多いみたいで、はい、島村楽器ではオンラインレッスンも行っているので、ご自宅からレッスン、先生のレッスンをですね、受けていただくことができるようなシステムもあるので、最近とても人気が高まっております。なるほど、はい、じゃあその楽器を習いたい方も年齢層はもう幅広い感じですか。幅広いですね、はい、お子さんからご年配の方までたくさんの方に本当にお通いいただいているので、はい、特にもう年齢気にせずとも、まずは一度お問い合わせいただければご案内させていただきますの で、 いいです、ね、はい、じゃあたくさん、ね、楽器を習得して、あと発表の場が欲しいですよね。そうですね、まあ、まずは島村楽器さんに行ってその楽器を手に、はい、触れてっていうことですよね。はい、分かりました。してます。はい、じゃあぜひ皆さんね、習いたいと思った方、島村楽器さんの方に、訪れてみてください。してます。皆さん動画の方見ていただけてるでしょうかね。今日ご紹介したアイテムはですね、三井ショッピングパーク公式通販サイト&モールの方で購入できます。画面下の、カートボタンをぜひクリックしてください。よろしくお願いいたします。さあ改めて、今日ご紹介したアイテムをちょっと振り返ってみたいと思うんですけども、まず一つ目にご紹介したのは、はい、ウクレレです。ウクレレですね、はい、こちらなんていう名前のウクレレでしたっけ。こちらはハナレイという島村楽器オリジナルのメーカーとなっております。島村さんおすすめのハナレイ、それがソプラノでしたよね、はい、ソプラノですね、はい、ソプラノ。よいしょ、こちらがちょっと大きくなりました。コンサートとなります。ハナレイのコンサート、はいはい、この小さいのと大きいのどういうふうに使い分けたらいいんですかね。どういう人が小さいのを持って、どういう人が大きいのを持つ感じでしょうかね。そうですね、演奏してみたい曲の
まあ、ちょっとこう雰囲気にもよっても変えていただくこともできますし、あとはやっぱりあの手が小さいお子様でしたりとか、そういった方には最初ご紹介させていただいたソプラノのウクレレもおすすめかなと思います、はい。まあ、とにかく実際手に触れてみないと、ね、あの画面で見ただけじゃちょっと分かりにくい部分もあるの で、 そうですね、ぜひと店舗で触ってみてっていうところですよね、はいはい、それが非常に重要かなというふうに思います、はいはい、1つ目に紹介したのがウクレレです。はい、そして、2つ目にご紹介したのが、はい、ちょっとどこか懐かしい音色を聞かせてくれた、そうですね、カリンバですね、はい、カリンバもちょっと種類が多いんでいろいろと悩んじゃいますけどもね。そうですね、まあ、これも多分指の大きさとか、はい、その強さによっても音色が違ってくるのかななんていうのは思ったんですけども、あ、触れ方によってね、なんかちょっとこうね、結構爪があるかないかによっても音変わってきたりするので、爪の当てた時のカチカチっていう音が入ったり入らなかったりっていうことによっても変わってくるので、うんうん、はい、これ何度も聞きますけども、初心者の方でも、ウクレレ、そしてカリンバ大丈夫なんですよね。大丈夫です。はい、あとなんかちょっと心配なのは、個人的に心配なのはお手入れ方法とかも大丈夫なんですか、簡単なんですかね。はい、お手入れ方法も比較的簡単になってます。例えばウクレレ、ウクレレ、そうですね、はい、ですともう演奏していただいて、はい、まあ、ちょっと弦の部分、この弦が張ってあるんですけど、はい、まあ、手で触れたりするので、はい、ちょっとクロスとお手入れの布で拭いていただいて、はい、このボディもですね、触る部分は拭き取っていただいて、はい、で、あの避難直接当たらないようなところ、ケースもあのセットで実はついているので、うんうん、そちらに入れて保管をしていただければと思います。比較的簡単にお手入れできます、はいはい、簡単にできるそうです。初心者にもおすすめです、はい、さあ、それでは皆さんにここでお得なキャンペーンのご紹介です。アンドモールでは3月6日までお得なキャンペーンを開催中です。三井ショッピングパークカード、セゾンなど対象のカードでクレジット払いしていただくと、ご請求時に 10% オフ、そしてそれ以外のお支払い方法でも三井ショッピングパークポイントが税抜き100円につき5ポイントつきます。今大変お得となっていますからね、ぜひアンドモールでお買い物してみてください。さあ、ちょっと改めてなんですけど、まだ時間の許す限り、音をですね、もう一回ちょっと聞きたいなと思いましてウクレレのいいですか、これやっぱ音聞いてなんぼなんで、楽器って音を聞かせてもらってちょっと買おうかなっていう感じなんで、ちょっとウクレレのですね、よければもう一回音を聞かせてもらいたいんですけども、よろしいですか。これ、例えば僕やったら簡単できますかね。ちょっと、ぜひ触ってみます。ちょっといいですか、じゃあ。大きい方にしてみます。あ、じゃあ、ちょっと大きい方で。はい、ぜひぜひ。じゃあいい。持ちます。タベちゃん、これマイク、はい、やってね。よかったら、これを。ギターを弾けないんだけど、どこを持てばいいの、これ。で、この辺薬指で、薬指で。この一本を押さえて。本を押さえて。鳴らすと、どのコードが。いきますよ。これどう ?4 本、きれいにタラタラッと。せーの、あ、これがドだそうです。ありがとうございます。このように、初心者でも簡単に、ウクレレを弾くことができるということですよね。いやー、素晴らしいですね。ぜひ皆さんもよかったら楽器の方いじってみてはいかがでしょうか。いかがでしたか。今日はもうあっという間でしたけども、こういったところでやってみて、とっても緊張しました。緊張しました。やっぱりいつ もう先ほどおっしゃっていたように、はい、室内で生徒さんとかとお話したり、ご挨拶させてもらったりとか、はい、レッスンにいらっしゃる方をお迎えしたりとかですね、あとはもう本当楽器販売の方スタッフが待機してるんですけれども、あのやっぱこうやって外に出て実際に私たちも大好きな楽器を紹介できるっていうのは本当にまずないことだなと思って、なんかでもウクレレはこうやって外で聴くと割と弾くと気持ちいいなっていうのはすごくありましたけどね。気持ちかったです。外向きですよね。緊張もしつつ、はい、カリンバはちょっと外で弾くと聞こえにくいですけどもね、はい、うん、ぜひカリンバは室内がおすすめです。はい、いや、いいですね。え、このサムさんとタネさんは島楽器に行けばお会いできるんですか。みんな見ました動画みたいな感じで、もしかしたら来る人もいるかもしれない。そうですね、5階の音楽教室に、はい、おりますので、2人で、はい、音楽教室の受付にありますので、はい、音楽教室の受付なんで、音楽教室の先生ではないんですね、はい、先生ではないです。なるほどね。ぜひ。でも楽器にね、あの囲まれてこう働くってなんか素晴らしいなっていう、うん、じゃあちょっと
これから働きたいという人ももう受け付けてるわけですか、島村垣さんは。ね、まあ、本当にその時期によって募集されてたりとか、うん、変わってくるかとは思うんですけれども、はい、でも2人とも楽器が好きだったからやっぱこの島村楽器さんに就職されたわけですよね。はい、うん、ですね。いや本当に島村楽器、僕も個人的に行くんですけど、すごい店員の方優しくて全部これこれこうなんですけどっていうことをなんかこう相談に乗ってくれるっていうか、そういうとこからこうちょっとなんか人との触れ合いで楽器も手にするっていうのもありますもんね。いやなんか2人が出演してるのをね、ちゃんとこう先輩たちがこう周りでこう親心でこう見ててくれてるのもなんか今日はすごく良かったですね、見ててね。とても温かい目で見ていただけて、私たちも楽しく、はい、ご紹介することができました。まあ、なんといってもこの川崎の地っていうのは今日まあ後ろで宇和島と選手権これからありますけども、非常に音楽に根付いた街でもありますもんね。そうですね、はい、そういった場所でちょっとじゃあぜひ皆さん楽器の方も購入してみてはいかがでしょうか。お待ちいたしております。2人ありがとうございます。なんかありますか、最後にこう皆さんにメッセージというか、一言あります。どうぞ。来てねっていう感じですか。ぜひ。そうですね、はい、音楽教室に関しても売り場ではこちら楽器ですね、今回本当に展示してありますし、はい、音楽教室では春の入会キャンペーンというのを行っているので、はい、いつもよりもさらにお得な情報とお得になっておりますの で、はい、ぜひぜひ、はい、販売の店舗もあと上の音楽教室も皆さんのことをお待ちいたしております。はい、はい、そしてこの後14時30分から YouTube ララポート公式アカウントから親父バンド選手権ファイナルの配信を予定しています。ぜひそちらもチェックしてください。はい、それでは皆様ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。